なんすか。いや、あんたや。なんすか。なんで俺のセリフ先に言うの。もうお腹いっぱいっすよ。いやいや違う違う、嘘や、ペコペコやん。いや、欲しがってる。いや、本当に欲しい。いやいや、あんなコテコテの話もうお腹いっぱいでしょ。僕もお腹いっぱいなのに、はい、会うたびになんか新しい情報があるってね、さっきちょっと聞いたんで、昨日アップして、はい、翌日にそんな進展ないでしょ、何も。いや、まあ恋って分かんないもんだからね。あ、もうベテラン恋愛マスターみたいになってる。前会う日言ってたじゃないですか。も長27ですよ、もう長いですよ。把握してんな。それまで何もないと思ってましたけど、なんかあるんすか。いや、25にも会います。いやいやいや、取れ、なんで会おうそんな。恋してないよ、こいつは。こいつは恋もしてません。してないです。25、あれ増えたということですね。まあまあそうですね。うわ、これじゃあ嬉しいですか。嬉しいです。25はあって、はい、まあ、ご飯ぐらい行くのかな。あ、今ちょっと言いますけど、カラオケ、もう2人でちょっとどっちがこの曲、ある歌手のこの曲を、はい、それは2人の思い出なんで何かは言いませんけど。あー、くそ、もうちょっと潜入しないといけないですね、はい、イワシが懐にまだ、すいません、まだ僕の力量不足で聞き出せず、視聴者の皆さん、すいません、はい、何これ、わかんない。旗から見てると本当にいい感じのように聞こえるんだけど、はい、本人的にはまだまだわからないよって感じ。いや、この顔わかるでしょ。え、もうマスクの下やったらもう表情出ますよ、本当に。え、 いけそうなの。ちょっとこうね。いやいや、にっこりしてる。にっこりさんやった。それがにっこりさんや。だからいい感じに今ことが進んでるのに、やめてくれよと、動画を。いや、ほんまにこれが支障になるからね、ほんとに。せっかく自分努力してじわじわ進めてんのに。いや、普通に考えたらクレイジーだよ。クレイジークレイジークレイジー。まあ、踊らされとるとはいえ、はい、やってるとは事実なんで。はいはいはい。いや、見てたら本当に愛が溢れた結果です。すみません。そうそう、溢れてもうこういう状況になっているんですよ、はい、ということだけ幸せを伝えたかったんです。幸せをお伝えしたいんです、はい、ということで、まだ最終結果は出ていないんですけど、はい、こういう感じでちょこちょことこう距離を縮めていってますよというお知らせでした、はい、次回はだから25日に、はい、もうちょこっとね、距離も縮まることでしょう。仲も警察したらダメっすよ。いや、びっくりするでしょ。可能性あるんで、岩下さん後追って、はい、急に行動力が働くんですよ。だね、ちょっと、はい、ゆっくり邪魔しない程度に追っていけたらなと、はい思います。ありがとうございました。ありがとうございます。